島の散歩。東京都小笠原村にある母島。父島よりももっと遠い島。面積 19.88 平方キロメートル、標高 443.5 メートル、人口470人。母島列島にあり、母島列島の中心的な島。父島の南約 50km に浮かび、父島から母島丸に乗って約2時間かかる。小笠原諸島には一般の人が住む実質的な有人島は父島と母島だけ。母島が発見されたのは父島とともに1639年のオランダの東インド会社の記録がある。江戸末期には少数の欧米人が移住し、明治になって日本の領土化されてからは日本人が住むようになった。集落は島の北部に北村、南側に沖村があった。しかし、戦争時代に母島は日本軍により要塞化され、米国の統治下においては約20年もの間無人化した。無人化した島はジャングルのようになってしまい、本土返還は1968年にされたが、人が住めるように整備するまで約5年もかかったという。現在は母島丸のつく沖村の集落が唯一の集落になっている。沖村。母島の玄関口になっていて唯一の集落がある。沖村の集落、母島港は中央から南寄りにあり、前浜、脇浜ビーチ、ウミガメの人工産卵場、石白海岸、月ヶ丘神社、鮫ヶ崎展望台、ヘリポートなどの見どころがある。そうして集落から離れたところに戦跡として静香沢の森遊歩道がある。沖村の集落。集落の道の間から海が見えて海を感じる集落。果樹下からは古い桟橋と沖港の海が見える。母島港。美しく青い港。父島でもよく見た小笠原ブルー。前浜。集落前にあるビーチ。訪れる人も島の人も馴染み深い思い入れ募るビーチだ。脇浜。港の近くには脇浜がある。脇浜は青い海と綺麗な白砂が美しい。ウミガメの人工産卵場の海。ウミガメがいた。しばらくすると水から顔を出して息をしていた。石白海岸。ウミガメの産卵場所になっていたようで、ウミガメの足跡がたくさん残ってた。月ヶ丘神社、母島の神社、毎年11月には月ヶ丘神社例大祭が催されるという。鮫ヶ崎展望台。鮫ヶ崎展望台からは夕暮れの海を見ていた。ここもタイミングが良ければクジラを見ることもできるという。ヘリポート。ここは旧ヘリポート。この場所が母島で一番星がきれいに見える場所だという。母島小学校、母島の小中学校、今の学校は母島が返還されて数年後1973年に開校した。ロース記念館。ここは郷土資料館になっている。ロースことモットレイ夫妻は母島の開拓史上なくてはならなかった人。静香沢の森遊歩道。ここには戦争時代要塞化した日本軍の遺構が残る。兵舎跡、弾薬庫跡のほか砲台跡などが残る。大砲跡。一番すごいのはこの大砲で当時の姿がそのまま残っている。米軍にも見つかることなくそのまま残ってた。南崎。南には母島で一番青い世界がある。途中からは徒歩で行かなければならず、南端までは遠いが一度は行ってみる価値がある。すり鉢展望台、小藤、南崎のビーチ、Yビーチ、蓬莱ビーチなどがある。すり鉢展望台。すり鉢状の赤い崖があるところ。ここから最南端の小藤まではきつい坂が続く。南崎の最南端、小藤。南崎の最南端、小藤にたどり着いた。眼下には鰹鳥島、平島、遠くに姉島、妹島、名島などの島が見える。青い南崎の海のグラデーション。ここは母島で一番美しい場所だと感じた。南崎のビーチ、鰹鳥島などの島の景観が圧巻で海が美しい。浜辺はゴロゴロとした石が多かった。ワイビーチ、岸側にはタコの木や草扉が生い茂る。南洋の雰囲気が漂う。ワイビーチは白砂がきれいなビーチで、人もいなくてとっておきのビーチ。蓬莱ビーチ。そうしてここは蓬莱ビーチの入り口。ここから蓬莱ビーチへは泳いでいかなければいけない。さすがにカメラを持って泳いではいけなかった。北へ行く途中の道での驚きも多い。北に行く途中に四本岩、ハスベイ、ビッグベイ、新夕日が丘などの見どころがある。四本岩、母島の西側に浮かぶ4本の岩。形に特徴があって印象的だ。周囲はダイビングスポットになっており、春には巨大なイソマグロが回遊するスポットだという。ハスベイだったと思う。向こうに向島が見えた。深い緑に包まれる原生林が群生し、大きなヘゴも見られた。亜熱帯の原生林が母島を覆う。ビッグベイ、ここはビッグベイの熊谷湾だ。広く見渡せるこの場所は、ここからクジラを見つけることも少なくないという。北村、母島の北にはかつて北村という集落があった。その他、自然と素朴な世界が広がっている。北には北村集落跡、小学校跡、丹生藤吉跡、六本地蔵、北港、東港、大沢海岸などの見どころがある。北部の基地。北部には森の中に単勝島基地跡がある。単勝島とはサーチライトのことで、ここから敵を明るく照らそうとしたのだろう。六本指地蔵。単勝島基地跡の近くに六本指地蔵があった。どのお地蔵さんが六本指なのかよくわからなかった。東港。東港は静かな港。立派な港だけど、かつては捕鯨のために1981年から5年間だけ使われた港だという。先端で釣り人がいたので話してみたら、少し前にこの前でマンタが泳いでいたという。北村小学校跡。約80年の歳月は、学校がわからないほどすっかり姿を変えていた。北港。北港は静かな入り江の中に古い桟橋がある。北港前には何もない。北村の集落。しかし約80年前にはここには北村という集落があり、びっしりと家が建っていたという。しかし今は緑しかない。大沢海岸。大沢海岸のビーチ。さすがにここまで来ると誰もいない静かなビーチ。玉砂利に来る波の音と石と石が重なり合ってコロコロという音だけが聞こえてくる。近づきすぎるとざーっと足元まで波が来た。そうして新夕日が丘。新夕日が丘からは夕日を見ていた。昭和天皇と母島、そして皇室。昭和2年1927年7月30日から8月1日にかけて、昭和天皇は小笠原に強行されている。そのうち母島には7月31日に強行されている。母島には軍艦山城を使っていった。戦前軍艦で行かれるとは当時の時代を感じる。母島の教行先は沖村尋常高等小学校、老水師山、南京浜、現御幸浜などだという。昭和天皇は幼少の頃から生物を研究されており、生涯にわたる標本収集を行い、生物学の発展に大きく貢献をした。母島では御幸浜で貨幣石という珍しい化石を発見された。貨幣石とはラテン語でヌムリテスといい、大型の有孔虫の化石で、形が硬貨に似た円盤の形をしているため、ラテン語で小さなコインを意味するといい、この名がついたという。また御幸浜の名についても、昭和天皇が訪れたことからこの名がついたという。現在、母島では昭和天皇行幸の証として村役場母島支所は行幸記念の石碑が設置される。また小中学校は五輪校記念、御幸浜は御幸の浜の石碑が設置されている。公務の傍らでの母島の行幸ではあるが、しかしさぞかし生物学好きの昭和天皇にとっては、母島で貨幣石を発見されたことはさぞかし楽しい旅になったであろう。平成の天皇。その後上皇、平成の天皇は上皇后と共に平成6年1994年に硫黄島、父島、母島と共に行幸されている。この島を行幸する理由は、天皇陛下が2代続けての行幸の島であったからとも言われている。訪問された時には、地元の子どもたちと共にウミガメの放流を体験された。上皇后は青ウミガメを放流する地元の子どもたちに、次の波が来ると亀は海に帰るのねと声をかけられたという。金城天皇。金城天皇、令和の天皇なる人様については、現在のところ小笠原には行かれていない。果たして行かれることはあるのだろうか。悠仁さま。さてやがて天皇に有力視される悠仁さま。悠仁さまは紀子さまと一緒に平成29年2017年7月、お忍びで父島や母島を訪れている。一般客と同じフェリーに乗って24時間の船旅をされている。塹壕や軍洞など戦争の痕跡を巡ったと言われる。シュノーケリングなどの体験がとても楽しかった思い出だったと言われている。悠仁さまは東京の島を見たいと本人が希望したという。悠仁さまは令和3年2021年小笠原諸島を訪ねてという題で作文され、第12回子どもノンフィクション文学賞にて画作を受賞された。